プレスリーご礼を打たせていただきました。はい、ストロークの時に打ったストリングボタン18、19でちょっと細かいイメージをちょっと持ちながらボレーをポンと打ったんですけど、はい、思ったよりもボールが飛んでくれた感じ、飛ぶ、はい、なので、まあ、当てて帰るだけってわけにはもちろんないんですけど、しっかり自分で打った時にラケットがちょっとこうボールを飛ばすのをアシストしてくれるような印象があったので、いやちょっと MP とかと比べると飛ぶ、はい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 、けどプロとかやつとかと比べるとちょっとやっぱ目が細かい部分が少し球を持ってくれてるので、うん、少しコントロール性の方に寄ってるのかなっていう部分があったので、うん、はい、でもプレステージなんでやっぱり自分で打とうねっていうボレーにはなるとは思うんですね、はいはい、だからスライス系でこう本当押すっていうタッチをした時にちゃんとこうそれは回転もかかってくれて、で長短とか左右とかっていうコントロールのしやすさっていう部分で言うと多分プロとかやつとかと比べると圧倒的にコントロールしやすい、でも、はい、パワーもこっちの方が出せるっていう考えると非常にこうボレーはすごいしやすかった、うん、回転力も含めてですけども、ね、なので MP とかだと打つとちょっとしんどいっていう感じだったらやっぱりここは使いやすいかなって思う部分もあるので、はい、まあ、プレステージを使いたいけどちょっと MP とかだとハードだな、ビートクラス18、20ちょっと重いハードだなって思う人なんかはまずこのツアーから入ってもらうとちょっとプレステージの1本目っていう意味だと使いやすいって感じていただけるんじゃないかなと思う、はい、1本でした。今のいわゆるプレステージの1本目、要はまあ今まで使ったことがない人とかにとってはすごく入りやすいっていう印象を持ってます。そうですね、すごいやっぱプレステージイコール飛ばないっていう印象になるとボレーもこうガッガッてこうしていかなきゃいけないっていうちょっとイメージがどうしても、それだったらちょっとこれプレステージツアーって使ってみていただく、あ、こんな感じなんだ、でもあちゃんとこう球を持ってくれる、あこういうプレステージの感じなんだねっていうのが多分分かっていただきながらもそれかなり実用性も捉えられるっていうイメージなんだというところなんだと思いますね。全部プレステージ打たせていただいたんですけど、結果的に僕の感想で言うと一番これがボレーがしやすいんじゃないかなという印象があります。あのボールが飛ぶ飛ばないで言ったら S とかプロの方が単純に真ん中に当たった時のパワーは、あると思います。で、ミッドプラスは細かいのでやっぱり頑張らないと飛ばないという印象で、ミッドはやっぱりちっちゃいのでところがあるんです。面の大きさっていうところでも助けてくれる要素がすごいあって、ボレーしててもやっぱりここでそのなんだろうっていうところ、当てやすいっていうところは感じる。ストレスが少ないですね、うん、当てなきゃいけない、そうっていうのはやっぱりそのここの広さも感じますね、うん、そのボールの飛びはプロとか S の方が飛んではくれるんですけど、うん、ここの広さはやっぱりこれが一番広く感じる、うん、っていうのは印象があるので、僕的に言ったボレーは一番これがしやすい、この大機種の中でしやすい印象が、例えばそのダブルスなんかの、まあ、ボレーを中心としてテンポ速いのなんかイメージした時って、はい、結構汎用性高いですか。そうですね、うん、だったらこれが一番いいんじゃないかなっていう感じで、あのボレーのところっていうと、まあまあこれからまたサーブっていうところも出てきますけど、はい、はい、っていうところで言うと、まあ総評的にどれかっていうのは分かんないですけど、うん、ストロークとボレーっていうところで言ったら一番扱いやすい、自分がやりたいことをしやすいところがありますね。はい、まあ言ってみればその100に比べるとちょっと旅行を削ってるぐらいの99だと思ってもらえればね、まず形状的に、やっぱ100のグループで考えると縦には長いわけですよ。縦にとって非常にパワーに直結していく、やっぱりパワーっていうのは大きく上がってます。で今中村コーチ言ってもらったようにやっぱりここのいわゆるスイートスポットと言われるか飛ばしてくれるゾーン、スイートスポットというよりはそっちの方がそこっていうのはね明らかに大きくはなっているんで、フレームがこう全体的にボックスってよくねタームっていう表現自分もさせてもらうんですけど、やっぱり大きくなるとそこの糸のたわみっていうのももう一つ非常に重要なやつ、まあ、ミッドなんかと比較するとミッドってフレームはぐんとたわんでくれるけど糸はそこまで沈んでくれないわけですよ、小さいから。だけどそれに比べるとそこのたわみ度合いっていうのは非常に深くなってくるんで、やっぱりまあ比較をすれば逆にこう若干暴れもあるのは事実なんですけれども、大きさだけの比較をするとね、でその多少暴れながらでも持っててくれてる分バチンといくよりは運んじゃうよみたいな、ね、そういうところにつながってくるラケットなんじゃないかなと。本当に先ほども言いましたけど結構テクニックを使う、本当に強打していくよりはそっちに寄ってもらって、かつ今までこっち味わったことない、まあ、大きさ100ぐらいを基準にされている人なんかにとってみたら入ってもらいやすいラケットなんじゃないかなと、気持ちよさを味わってもらえるラケットなんじゃないかなと考えてます。
結果的に言うとやっぱプレステージって全体的にサーブ打ちやすいんですよ、やっぱ縦長って、うん、とってもなんかすごい好きな感じはあるんです、まあ、プレステージ全体的にそうなんですけど、やっぱりしなるんですよね、やっぱり力強く打てば打つほどこのプレステージのここのこのしなりっていうのはすごいやっぱり感じるので、やっぱりまあ一番僕が得意分野というところのサーブっていうところではやっぱりこのしなりっていうのはすごい感じるところはあってっていうところで言うと、やっぱりこの100に近いところで言うとここの細かさっていうのはやっぱり力がしっかり伝わるなっていうのがあるので、フラット系はしっかりと力が伝わってドーンっていく感じがあります。でやっぱりこの大きさのところっていうところで言うと、マス目で言ったら意外にね S とそこまで変わんないんですよね。そうですね、はい、っていうと回転もしっかり結構スライスとかスピンも結構跳ねてもくれてたので、うん、というところで言うといい感じがありますね。いい感じがやっぱり当然しなるしタワー虫だボールを持つっていうところは全般的に一緒ではあるんだけれど、でそれは決して本当に難しい要素じゃなくて、その人がこう伝えた力をねどれぐらいやってくれるとか、さっきのサーブなんかは、まあ、やっぱり全般的にビッグサーバーに好まれるっていうのは、その野球でもそうだけれど、しなりが出ることによって別にスピードよりも先がヒュッと走ってくる、それがボールを押してくれたり、でその持ってくれるからやっぱりその方向性とかっていうのがすごく安心して出せたりっていうね、まあ反対に言うとやっぱり振り抜きたい振り抜いた方がいいよっていうのをラケットガンが教えてくれる部分もあると思うしというところで、でも本当このツアーってこのプレステージにとっては誰でも入れますよなんていうつもりはないんですけれども、そのまあ大きさもそうターミングもそう、今までのこうプレステージのそのやっぱりこうガツガツ感とかガツガツ感の出してしまうイメージみたいなのからするとすごくこう軟化させてくれてるというかね、オールマイティーのオールラウンドにプレステージというカテゴリーの中かもしれないけれども使ってもらえるし、じゃあそれはまあねそのテクニックを駆使する人ジュニアだったり、まあ、場合によっては結構そのねグリグリにスピンかけない方であれば女性なんかでも十分技をこうボールに伝えていくコートでの組み立て方、にとってはプラスに働いてくれる要素があるんじゃないかと。ボールの確かにスピードや飛びは助けてくれないかもしれないけれども、でもやりたいことをすごくこう形にしてくれるような要素っていうのがあるし、本当に優しいプレステージだと思います。プレステージのこう、まあ、シリーズの中では多分一番こうある意味入りやすいラインなのかなっていうの、でもかつでもそれもプレステージだよっていうこういうしなり感とかっていうのは、まあ、ここ最近出てるラケットの中で非常に貴重なしなる感じ多分持つ感じだと思うので、プレステージご検討いただいている方はこちらのツアーの方も合わせてちょっと見ていただければと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、タミさんがいたらここで一言で言うとってやるんですけど今日はございません。はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。